生まれたよ生まれたよ野上の生食パン、優しくて柔らかな野上の生食パン、子供たちも大好き。生食パン発祥のお店野上。2月23日放送分、坂上裕二のエンモーニング。さて今回のゲストは第3回国民的美魔女コンテストファイナリストでウーマンズ株式会社代表ビューティープロデューサーモデルのひろえさんです。どうも今日はよろしくお願いします。今日はあれやんな、はい、これからあのかえちゃんがいっぱい聞くことができるような、参考になるんじゃない？聞きたいこといっぱいです。ねえ、なんかこうシュッとしてますけど、なんかこう、はい、今からお話しいただくんですけど、うん、姿勢なんですよね。姿勢ですね。歩き方、歩き方、うん、どんな特徴があるんですか？そうですね、うん、まあ本当にシンプルにまっすぐに立つ、まっすぐ歩く、それをキープする、うんですね。はい、それでもちょっとなんか一つぐらいあのポイントになるよう な、どうしたらまっすぐ歩けますか？あ、ね、うん、壁にまっすぐ立つ、うん、まずは、うん、背中に壁つ、背中を壁につけてまっすぐ立つ、うん、でこれをキープしたまま歩いていくっていう感じですね。うん、じゃあもうかえちゃんなんかある時一回壁にボーンって取ってからこう歩かないと、家でそのまんまでずっと行かないとだからね。それとなんか今度10月に、はい、モデルのコレクション、はい、ということをやられるんですよね。はい、でとりあえずその先の受付があるんですよね。そうなんです。それはいつからですか？はい、3月1日から先行募集をスタートします。うん、一般の女性が誰でも出れるファッションショーです。うわ、はい、夢あるね。夢あるね。50人だけなんですけど、50人すぐ埋まっちゃうかもしれないんですけど、先行なんでリッツカールトン大阪でできるんですね。はい、うわー、ちょっと見に行かしてもらおう。はい、ねえ、はい、ぜひ皆さん応募してみてください。はい、検索もよろしくお願いします。検索はどういう意味ですか？はい、検索は、トゥルービューティー、TRUE でビューティーモデルで検索していただいたら出てきます。はい、はい、では放送を楽しみによろしくお願いします。